おかえりなさい。早かったね私の誕生日だからえケーキ買ってきてくれたの <laughs> すっごく嬉しいありがとうねえ今日って私の誕生日じゃないだから君とちょっとお話がしたくてあ別れようとかじゃないよ 君とこれから付き合っていきたいからこそちゃんとしときたいなって思うお話があるのうんケーキ冷蔵庫にしまってくるからちょっと待っててねはいついでに紅茶入れてきた砂糖もいるよね、うん、どうぞそれでお話なんだけど 私さ君に尽くすのが好きって話を付き合うときにしたじゃない好きな人には何でもしてあげたい求められたら何でもしちゃうってで君は結構お友達とかの前だとオラオラ系っていうかさ俺の女みたいなムーブするタイプじゃないそれ自体は嫌じゃないのそういう君も好きだしでもさ 君が本当に望んでるのってそういう関係なのかなって昨日見ちゃったんだ飲み会帰りにお友達とそういう大人のおもちゃが売ってるお店に入っていくところ私は遊んでた友達とバイバイした後だったからつい気になって後をつけちゃったのお友達と楽しそうに下ネタとか話しててさでふとはぐれた時 君、の輪とか首輪とか売ってるコーナーに行ったよね。しかも結構真剣に見てて。そういうの興味あったんだって思って君の顔を見たらさ、なんか、すごく可愛いい顔してた。ねえ、あれってさ、私に使いたいなって思って見てたのそれとも。 自分が使われたいなって思ってて思見てたの <laughs> 普段ああいうムーブする君がそんなこと考えてるなんてちょっと意外だったけどそんな君も私はんどうしたの <laughs> 違うの何が違うのかなされたいなんて思ってないか。 そっかじゃあ私の勘違いだったんだねふんそっかでもちょっと残念だなうんだってそうじゃない私は好きな人に求められたら何でもしてあげたいタイプ君が私にお願いして求めてくれるなんてことがあるならそれ以上に嬉しいことはないもん 君がしてほしいことだけじゃなくてもっともっとしちゃうかもしれないでも違うんだもんねじゃあこの話はおしまいごめんね変な話しちゃってん私はどうなのってん何がああそういうおもちゃとかプレイとかどう思うってことかな 関係って最高だと思わない尽くしたいだけ尽くして甘えたいだけ甘える相手がされたいことを見極めてそれを過不足なく与えてあげる <S, S っぽい人ってさ乱暴だとか自分勝手っ,って思われがちだけど私は違うと思うただ自分がしたいことを押し付けるのは暴力だもんそういうプレイも合意の上ならいいと思うけどね でも少なくとも私は大好きな人が私にしてほしいことをしてあげたいって思うタイプだから相手が君が望んでないなら何もしないよ <laughs> こういう話普段しないからさなんか照れちゃうねさてもういいかなまだ聞きたいこととか言いたいことはある <laughs> じゃあ、ケーキ食べよっか持ってくるどうしたの何もないんでしょ何 <laughs> 聞こえないもっとちゃんと言っていじめてほしい 私にいじめてほしいのいいよ何をされたいの縛ってほしい <laughs> それから首輪でつながれたいのわ <laughs> かったじゃあ明日はまずお買い物に行こうかだって その辺にある適当なもので縛ったりしたら傷が残っちゃうかもしれないでしょその後会社とか友達と出かけるとかでバレたら気まずい思いするのは君だよ私は君が困っちゃうのは嫌だからちゃんとしたもの使おう<笑><笑>ねえ私今までみたいにオラオラしてた君も好きだけどね 素直で従順な子って大好きなの君が私に甘えてくれて今までで一番幸せこれからはたっくさんわがまま言ってね <laughs> 大好きだよ